県が設置した新型コロナワクチンの大規模接種会場について予約率が 5% にとどまっていることが分かりました。木星会館の会場につきましては土日も夜間も開いております。そういう利便性の高い会場ですのでぜひご活用いただきたいと存じます。川勝知事は今日の定例記者会見で県が設置した大規模接種会場の活用を呼びかけました。県によりますと県内2カ所の大規模接種会場では思うように予約が入らず予約率はわずか 5% です。昨日午後8時時点で伊豆の国市の順天堂大学静岡病院では接種枠4560のうち実施済みを合わせた予約数は256、静岡市葵区の木星会館では接種枠1080のうち予約数は477にとどまっています。出口戦略ワクチンしかないということも合わせて知っていただいてですね、接種もさらに上がりますとですね、安心してこの GoTo イートであるとか GoTo トラベルとかですね、さらに元気旅とかが使えるということになりますのでぜひご協力をお願いたいと。川勝知事は周知が足りなかったと反省を示していて、特にまだ接種率が低い若い世代にワクチンの接種を呼びかけています。